失礼いたします。大阪府の高槻市立芝田に中学校指導教諭をしております吉田光一と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日はこの2年間にわたって研究助成をしていただきましたこの成果報告という形で発表したいと思っております。まずえっとこれからお話しさせてもらう内容というのが本研究にあたって いいくつか背景というのがありますここに掲載されてさせていただいた背景なんですけども、えー、やはりどうしてもあの、えー、先生指導型の授業がかつては多かった、えー、できる先生ばかり ICT を使っていた、えー、そして子どもたち同士で交流する場面っていうのがあまり見受けられなかったそういったことをもとに、えー、問題、えー、解決をしたいなと思いました。えー、これれからお話しさせていいただく、えー、流れというのが えっと、教科会議というのを非常に重視させていきましたこの点が1点そして2番目として、えっと、研究会の在り方どういうふうにすれば先生方がみず、えっと、ら考えていただけるような研究会を持っていただけるのかこれが2点目ですそして3点目は地域の波及ということで校区の小学校の先生を中心にしていろいろと進めていきました、えっと 中でもあの今回は事業の実践・事例集ということをテーマにしていますのでそこに時間が取れたらいいかなと思っておりますえっと取り組みの内容として、えー、先ほど言いました5点の部分についてですが、えー、特に強化会議をしっかりとさせていただきました、えー、その結果いろんな変容が起こりました、えー、それについてお話をさせていただきたいなと思っておりますえっと 11回ですね2年間でさせていただきました非常にたくさんの回数そしてモットーにしていたのは全べての先生が1回は授業年1回は授業していこうということでさせていただきました公開授業につきましても1時間目は、えっと、参観授業そして2時間目は提案授業ということで10月30日に昨年度300人近くの方来校していただきましたえっとそれでは まず事業設計と ICT ということで、えー、とても大切にしたのが事、えー、業する前にどういう目的で先生は事業されるんですかということに、えー、重点を置きました、えー、この授業ではどういう力をつけたいのか、えー、そしてそれをするためにはどういうふうな授業を大切にしないといけないのか、えー、そして取り入れる活動と一体何なのかそして最後に ICT 必要ですか必要じゃなければつかなくていいんじゃないですか。 そういういいな形でさせてたただきましたそのために教科会議なんですけれども週に1回時間割れの中で取っていただきましたこの2年間につきましてはそして教科の中で代表なる先生っていうのがお一方されるんですけれども特に大切にしたのはその先生が1人でやるんじゃなくて教科全体で考えてほしいそういった視点においてさせていただきました。 出された教科からの提案については週1回の研究推進会というこういったあの会というのがありますからそこでさらに検討していきますで本当に制度に近づけたい力って本当にできてるんですかどうですかそういったことを含めてまた教科のに内げかけてさせていただきました、えー、っとしっかり目標を明確にした上えで研究事業を実施してくださいということで、えー、やりました えっと1年目大きく挫折しました挫折をしましたなぜかというと ICT が使えればそれでいいんじゃないかというようなやっぱり考えがすごく強かったんですね、えー、最も大切にしないといけない事業設計というのはできてなかった分というのがありましたそこで、えー、明確に先生方に分かっていただくためにわ、えー、かりやすくあの,あの今回の授業は何を目標にしてされますかということでステップ1ステップ2 そして今年度ステップ3というのを新たりに設定しましたまず一つ目ステップ1ですが、えー、これは各単元のいろんな場面で出るんですけども教師が ICT を使い分かりやすい授業を目指すということをテーマにさせてもらいましたステップ2です、えー、これは生徒同士がつながる授業を目指すということをテーマにしました ICT 格好付けにしているのは使っても使わなくてもそれはあの上,の上下のうちでかやってくださいよと そしてステップ3です生徒が ICT を発表のツールとして使う事業を目指したいということで思考の可視化ということを目標にして今年度やっておりますステップ1ではいろんな使い方がありましたシュガーカメラタブレットデジタル教科書の利用それぞれされました理科の実験では実習の手順の投与するのに投与するだけで生徒はそれを見ながらよくわかりますそれから社会科の授業では提示するだけなんです 同じものを共有できるということすごくはあの分かりやすかったです、えー、英語の授業ですフラッシュカードを使いながら先生が、えー、説明をしていきます、えー、生徒の様子を見ていきながら話ができるので、えー、非常に表情が分かりやすいです音楽の授業ですギターの演奏なんですけど手元を大きく映すこれだけなんですけれども非常に効果的でした、えー、続いてステップ2です 生徒同士がつながる事業を目指すということで、これは非常に悩みました。意見交流型、相互教授、説明型、グループミッション型といういろんなパターンがあるんですけれども、えー、美術の授業です。お札、千円札を出しただけの授業なんです。この中にいろんなねペンジニのミス画の技法が隠されています。子供たち同士でいろいろ探していきます。探したものを発表していきます。体育の授業です。当立の 映像を撮影してますこの本人はきちっとできていると思っているんですね。足は開いているんですけどね。えー、気づいていません。やはり振り返ることによって、あ自分はこうなったんだなということが改めてわかります。えー、数学の授業です、えー。自分たちで考えた後、交流をしっかりしていきます。半ごとにいろんな、えー、考え方があります。その方を、えー、発表しています。えー、社会化です、えー。これについてはあの現在の 社会におけるいろんな問題点ということで子どもたちが考えていきました考えた結果というのはこのアナログ黒板を使ってそれぞれ提示をしていきますアナログの重要性ということも分かりました特にピックアップする場合はこれを手話カメラで写して全体で共有するそういう使い方ができるなということです続いてステップ3ですね ICT を発表のツールとして目指す授業えっとこれコンピューター室でやりました 子どもたちがコマーシャル作りを通しててそそれぞれれぞやっていきますすから数学の授業です自分たちの考えるところこれを実際にリアルタイムで書きながら子どもたちは説明していきます女性から気づいた学び、えっと、今年度また来年度含めて継続して高槻市の学校教育推進モデル校として研究を進めていってますそれからアイワークというのを前回やっていたんですけれども これが連携型小中一貫教育とでと発展していきました。そして本校の取り組みによって高槻市の全中学校普通教室にプロジェクター、電子黒板機能付きのプロジェクターというのが設置されていきました。研修会の様子です。先生方は実際に授業風景を撮影していきながら発表していきます。大切にしたいのは自分の教科だったらどう使うかなそういったところを大きなテーマとしてやっていきました。 全大会ではどういう場面でどういう授業が効果的なのかということをそれぞれワークショップを取りながらやっていきました、えー、っとこれは小学校の先生が香港に来ていただいた時のアイワークの様子なんですけれども今これはえっと連携型小中一貫園っていうのにつながっていきましたエビデンスとして自己評価の生徒アンケートそれぞれえっと3年間の推移 平成二十四、二十五ということで確実に推移していってます。今年度も継続してそれぞれの先生方が研究事業を行います。ステップワン、ステップツー、そしてステップ三、こういったことを元にして今年度もやっていきたいと思っております。ご清聴ありがとうございました。